あそこのチュロス屋フェニー君のマスコット付きチュロス売ってるかわいい欲しい <laughs> あそこのチュロス屋さんにするそうしたらいっちゃんとほなちゃんの分も買えるしえっあそそれでもいいよ今絶対表情読まれたせっかくただけんもらったから久しぶりに来たけどいつ見ても マスカットのフェニークンはかわいいあグリーティング始まった写真撮らなきゃフェニックスだよちょっとボテッとした体型だからペンギンとよく間違われるんだけど体が丸いのはまだひな鳥だからで尾のところを見てもらえればペンギンじゃないっていうことはすぐわかるそれからフェニークンはあ <laughs> 別にそういうわけじゃない他にも 好きなマスコットはいくらでも、あんサキ・フェニー、ちょっと傾いてる。落ちないようにしてあげないと。サキ・フェニーえっもしかして、シホちゃん。フェニーくんたちに私たちの名前をつけて。これ、昔お揃いで買ったあのフェニーでしょ色しか違わないし、持ち主の名前でしか区別できないから、そう呼んでるだけ。 そっかな何ニヤニヤしてるわけ何でもないよウフ咲ちゃんにも教えてあげないとね何でもないなら咲に教えなくていいでしょうっていうか教えたら怒るからねうんうんな何でそれ実はねあ <laughs> <何>あれフェニーくんのペンが落ちてる誰か落としちゃったのかな <laughs> ない一体どこにもしかしてねえシホちゃん探してるのこのペンあ私のフェニーくんじゃなくて私のペン拾ってくれたんだねありがとうホナミどういたしまして あれ日の森さん、そんなところでしゃがんでどうしたのまさか、落とし物ううん、そういうわけじゃなくて。その、これをちょっと回してただけっていうか。これああ、カプセルのおもちゃか。えー、っと、ぬくぬくこたつ猫、第三弾。へえ、気持ちよさそうにこたつに入ってて、すごくかわいいね。 もしかして、日の森さんって、こういうの好きなのまあ、かわいいし、人並みには。そうなんだ。お目当てのは出たなんなら出るまで協力するよ。えあ、ありがとう。でも、もう出たから大丈夫。これ見てものすっごくかわいい、ね、猫のぬいぐるみ 一用品を買う予定だったのに思わず予定変更して買っちゃったわほ本当ですねかわいいでしょ目がまん丸でクリッとしててじーっとこっちを見つめてくるみたいではいそれに素材もふわふわしてて触り心地がすごくいいですでしょでしょそれにね もう二人だけで盛り上がってずるいわ私も入れてああちょうど新作ハンバーグが出たばっかりみたいだねそういえば司法ハンバーグ好きだったよね別にそれにつられて誘ったわけじゃないうんじゃあそういうことでだから違うってもういい この玉カラフルですっごく可愛いあっ見て見てこれなんてハムスターの絵が描いてあるよこっちはウサギだよ練習の時は普通の玉だったからわざわざ用意したのかなすごく凝ってるね <laughs> あれシホちゃん怖い顔してどうかしたのこんなの投げられないえっ かわいすぎて投げられないえー、ででも投げないと勝てないような遥香ちゃんがペンギンさんの浮き輪ボートを持ってきたんだって志保ちゃんたちもよかったら乗ってみようよみみのりんそんなに大声で言わなくていいから何このペンギンかわいい そう言ってもらえて嬉しいな。前にみのりから少し聞いたんだけど、日の森さんって、可愛いものが好きなのいや、好きっていうか、その。<laughs> 素直に好きって言えばいいのに。別にそういうのじゃないってば。ほら、遊ぶなら早く行こうよ。えっと、この粉をつけて、と、お団子。 丸めるの難しいな。でも、まん丸のお団子、かわいい。そうだ。もっと綺麗なまん丸にして、耳をつけて、うさぎのお団子にしよっと。耳をつくってっと。はい。 に動物のぬいぐるみがたくさんあみんな来てくれたんだねまあ、どんなのやってるか気になるしね店内なんていうかかわいいねお待たせいたしましたご注文のハムスターのほっぺプリンうさぎのふわふわしっぽムースモフモフワンちゃんシュークリームになります 食べるのがもったいないくらいかわいいね <laughs> ふわふわしてるそんなに興味ないからそれに殴られる動物かわいそうだし <laughs> しほちゃんかわいいうんほらこのペンギンのチョコレートすごくかわいいから自分でも作りたいなって思ったんだお。 本当だ。丸くて可愛い。<laughs> 日の森さんならそう言ってくれると思った。うん。バンドのみんなには流れ星のチョコ。あと、うさぎのチョコを作ろうと思ってる。流れ星あ、確かレオニードって獅子座流星群が由来になってるんだっけ。そう。だから流れ星。<laughs> 素敵だね。 うさぎのチョコは誰にあげるのええっと、クラスの子たちとか。まあ、自分用にも。日の森さん、すごくこだわって作ってたよね。流れ星のチョコも、うさぎも、お店で売ってるものみたいで綺麗だったな。私も、少し参考にさせてもらっちゃった。そ、そうかな。お店で売ってる、は、大げさだと思うけど。 でも、ありがとう。わ、はあ、うさちゃんのチョコだ、かわいい。開けてるし。えあ、あははは、我慢できなくてつい。あ、あの、しほちゃん。私も開けてもいいかな。どうぞ。ありがとう。あ、私のは垂れ耳のうさぎさんだ。 そうなんだ。じゃあ、育成ゲームとかもしてたりするうさぎとか、ハムスターとか。えっと、そういうのはあんまり、対戦系が好きだから。そっか。さてと、あ、アプリの通知来てる。そろそろご飯と部屋の掃除の時間だからね。みんな、いい子にしてたって、 また派手に散らかしてるお、寄ってきてくれた動きも本物のウサギそっくりで可愛いなご飯だよあ人の取らないの次は部屋の掃除とあとはブラッシングすごく喜んでる <laughs> 別に普通だよこうやってご飯あげたり ブラッシングしたり、こう撫でてあげると反応を返してくれたり。あかわいい